こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。昨日おとといと、取り上げたですね、越谷南高校と、所沢高校、偏差値は同じぐらいの60ぐらいなんだけれども、越谷南高校の方は、学校選択問題を採用してないですよ。で、所沢高校の方は、学校選択問題を採用している高校ですよ。で、それぞれで、進学実績、進路実績を見ながら、これだけ意識的なところが違うから、学校の雰囲気、校風等々も違うよねというところのお話をしてきたんですけれども、そこから発展するような形で、カリキュラムってどう違うの？要は、同じ偏差値60ぐらいのお子さんが高校に進学して、でその後3年間、それぞれの高校で過ごすことによって、進学実績に、大きな開きというか、それぞれの特色が見て取れたので、じゃあその高校生活の大部分を占めるカリキュラムが、違うんじゃないの？というところで今日はお話を進めていこうと思います。で、まず一つ目で、越谷南高校の方、学校選択問題を採用してない、偏差値60ぐらいの高校という捉え方で、その代表というところで、カリキュラム表を持ってきたんですけれども、こんな形になっています。で、こちら、ホームページ見ていただくともっと見やすい形で見られると思いますので、ご興味のある方はそういったところを見ていただければと思うんですけれども、越谷南高校に限らずですね、今候補に上がっている高校、志望校として挙げようとしている高校があるようでしたら、ぜひそちらの、カリキュラム表は一度目を通すようにしていただければなと思います。で、多くの高校が1年生は共通のカリキュラムで、2年生から文系理系に分かれていくよ、で3年生も、その流れで文系理系に分かれていくよという形になってるんですけれども、まず注意していただきたいのが、総単位数というんですか、全部でどのぐらいの単位学習するのというところを見ていただければなと思います。で、越谷南高校の方は、もうこれ足し算してねということになっているので、私電卓叩いたんですけれども、こちらが1学年で31単位の3学年分で93単位で卒業ということになりますよということになります。で、一方所沢高校の方なんですけれども、所沢高校の方はもう足し算されていて、1学年33単位で3学年で、99単位ということになってきますので、もうここから、学習量が違うよねということ、学校の授業だけで学習量が違うよねということになってきます。で、当然そこから、宿題ですとか課題ですとか、が出されると思いますので、そうすると家庭学習の分と合わせてみても、学習量というのは大きく違ってくるということになってくるかと思います。で、それぞれを見たときに、まずは、越谷南高校の方なんですけれども、1学年を見てみると、まず目を引いたのが、それぞれの学年に全てあるんですけれども、 PISA タイム、ピサタイムって読むんですかね、というのが1単位分あります。で、私これ初めて見たので、当然これ共通テストですとか、入試等々には関係のない、授業というか単位数一つなんだろうなというところで、調べてみたんですが、こちらがですね、そのピサタイムの活動というところで、越谷南高校のブログに出ていたんですけれども、食品ロスに関する記事を課題にして、話し合い、意見についてよく話し合いましたよということになっていますので、ある意味探究学習みたいなものに近い学習なのかなというところになってきます。で、それ以外の部分でも総合的な探究の時間というのが、1単位、各学年にありますので、そうすると探究学習的なところは、普通の高校よりも、倍やるのかなという、2単位分やるのかなというところになってきます。ですので、こちらを活かしてということであれば、大学受験で活かすということになると、公募推薦ですとか、そういったところで、探究学習で、学んだことを、うまいこと使ってですね、入試を乗り越えていくっていう方が、利があるというか、そういった方面での、
進学という方がいいのかなという気がしました。でプラスアルファですね、それぞれの学年を見ていくと、1学年の理科なんですけれども、科学基礎が2単位あるだけで、理科はそれ以外はやらないということになってきますので、もし、理系文系どちらに進むにしても、基礎科目は2つ合わせて100点という共通テストになってきますので、相方となる科学基礎はここで1つやりましたよ。じゃあもう、1科目ですね、どこでやるのというところなんですけれども、文系を選択した場合、2年生で、理科がないんですね、ないですよね。私見落としてるんじゃないかと思って何遍も見たんですけれども、どう見ても理科がないので、この科学基礎の相方となる、基礎科目ですねが、ないので、じゃあ3年でやるのというところで、3年の文系を見ても、3年の文系でも理科の基礎科目というのがないので、そうすると、選択科目の中で文系選択の中であるのかなと思ってみても、こちらが見当たらないんですよね。ここに生物基礎というのがあるので、文系選択の2というところで、選択することができるということなんですけれども、文系選択の2があるのが、高校3年生のこの2単位ですね。ですので、1年生の時にやった科学基礎の2単位で、3年生でやる科学、生物基礎ですか、生物基礎の2単位、これを組み合わせて、理科の基礎科目ですね、こちらを、100点分共通テストで使うということになってくるかと思います。ですので、それ以外の選択ですね、物理ですとか、そういったところを使いたいよということになると、もう対応ができないということになってくるかと思います。で、一方理系の方なんですけれども、こちらで科学基礎の2単位1年生でやって、2年生の理科何をやるのというところなんですけれども、物理基礎の2単位があって、で、科学が、基礎を付さない科目ですね、こちらが3単位あって、で生物基礎がここで2単位あるということになりますので、そうすると、1年の時にやった科学プラス物理なのか、あるいは生物なのかということで、基礎科目の2科目を、ここで消化して、プラス基礎を付さない科目の科学を一つやりますよということになってくるんだと思います。で、3年生になって、ここで選択科目ですね、物理生物、あるいは総合科学の中から1科目選択ということができますので、基礎を付さない科目2科目受験が必要な場合は、こちらの科学2年でやった科学と、3年でやる基礎を付さない物理あるいは生物、これを組み合わせて受験に向かっていくということになるんだと思います。で、一方社会なんですけれども、1年生の時に地理総合歴史総合、それをそれぞれ2単位、学習をして、で、文系の方に行くと、こちらに3単位あるのが地理探究、日本史探究、世界史探究から、1科目ということになってきますので、ここで地理か歴史、日本史か世界史ですね、を、しっかり勉強するということになってきて、で3年で、世界地史、日本地史、世界近代史から、1科目選択ということで、社会を、手厚くやりますよということになってきます。で、一方理系の社会なんですけれども、理系には2年生になると社会が見当たらないですね。ここに公共がありますので、そうすると公共を使って受験をするのか、1年生の時にやった、地理歴史の総合を使って、受験をするのかということになってきます。で、3年生になると、3年生ではもはや社会はない状態ですかね、そういうことになってきてしまいますので、共通テストで、しっかりと、国公立を受験するという形になると、ちょっと、厳しいのかな、どちらを選択するにしても厳しいのかなという、理科と社会の、学習量ということになってくるかと思います。で、プラス、文系でも、数 1A と数 2B は、共通テストで課せられると思うんですが、数 1A
1A は1年生でしっかり学習をするんですけれども、2年生になると数学の2はやるんですけれども数学の B がないんですね。ですので3年生で、数学の B に相当するところをなんとかしなければいけないと思うんですが、こちらもないと思うので選択科目の中であるかというと多分文系選択の1で数学理解というところがありますので、ここの数学理解のところで数学の B に相当するところを学習しないと国公立の受験共通テストには追いつかないよねということになってきてしまいます。ですので、越谷南高校を代表というところで、偏差値60ぐらいで、学校選択問題を採用していない高校を、高校へ進学するということになると、そちらの高校で文系を選択してしまうと、ちょっとこれは、文系でも、理系はもちろんなんですけれども文系でも共通テストをしっかり6教科8科目やってですね、で、国公立へ向かっていくというのはちょっと厳しい、独学でなんとかしなければならない、部分が出てきてしまうカリキュラムということになってくるのかなと思います。でただし利点が一つだけあって情報が3年になってから、文系だとここに情報がありますね。で理系だとこちらに情報がありますので、3年になってから情報をやるので、忘れてしまわないうちに、学校でちょうどやって、やり終わったタイミングで、共通テストを受験するということになりますのでそれだけが唯一利点かな。受験、一般受験で受験をするということを前提に考えると、それだけが利点かなということになってきてしまいます。で、数学の C、理系の数学の C もありますし、数学の3もありますので、理系を選択していただいて、で、理系に向かっていくというのは、ハードルは高いでしょうけれども、理系選択ならまだ、唯一ネックになるのが、社会だけだと思いますので社会のところで公共で受験できる大学を選ぶあるいは1年生の時にやった地理総合歴史総合この辺をうまく使って共通テストを乗り越えていくことができる大学を志望するのであれば理系選択をしていただければ学校の高校の中でですねまだ国公立という望みはつながるのかもしれないですけれども文系選択をしてしまうと、国公立はちょっと厳しいねで、当然文系選択ですので私立文系というのが、1年生から2年生になるときに、この文系選択をした時点で、ある程度決まってしまうカリキュラムということが見て取れるんじゃないのかなと思います。で一方所沢高校の方なんですけれどもこちらは同じ偏差値60で高校へ進学して学校選択問題にチャレンジして合格を勝ち取ったお子さんということになるんですけれども一番最初にも言いましたけれども1学年で学ぶ単位数が33ということになってきます。でプラス先ほどの何でしたっけピサタイムというのがありませんのでそちらを合わせると、1学年で、4単位ですか4単位分先ほどの越谷南高校よりも、多く学習する、受験に向かっての学習を考えると、そちらが増えていくということになるんだと思います。で、1年生の時の、理科を見てみると、こちらで化学基礎生物基礎ということで基礎を複数科目、2科目ここでやっつけてしまいますので、これは後々カリキュラム的に楽だよねということになってくるかと思います。で、地理総合歴史総合もしっかりありますしで数学も1と A をやりますので、1年生の時にある意味今まで通りというか今の過程ですか今年の高校3年生までの過程に近い形で高校1年生を過ごすということになってくるんだと思います。ただ以前にもお話別の動画でしましたけれども情報が1年生でやったっきり2年生3年生では触らない科目になってしまいますのでそこは共通テストに向けて忘れてしまわないように独学でですね時々、参考書ですとか教科書ですとかというのは眺めて時々、先生に質問に行くぐらいの形で忘れないようにしていただく必要があるかと思います。
で2年生なんですけれども、2年生は数学2がこちらにあって、数学の B はこちらですね、理系だけやるような形になってくるかと思います。で、じゃあ数学の B は文系はやらなくていいのということになるんですけれども、数学の B がこの選択 C に入っていて、でそれが3年生の選択 C ということで、ですので数 2B まで文系を選択してもきっちり学習することができますよということになってきます。で、2年生はそれ以外に、公共があってですね、あとは、文系ですと日本史探究、世界史探究があって、理系の方の社会というところは公共だけということになってくるんですかね。で、理科の方は、ここで地学基礎というのが文系でありますので、もし地学をやってくれる高校っていうのはなかなか少ないですので、地学が好きなお子さんで文系選択で地学基礎と、もう1科目ですね、化学基礎なのか物理基礎なのか、生物基礎なのかと組み合わせることによって基礎科目を乗り越えていくよということであれば、それはとても、所沢高校は魅力的な高校ということになってくるかと思います。で、社会の話に戻すと、理系の社会は、ちょっと2年生では手薄になるという状況ですけれども、3年生になって、政治経済ですか、政治経済をやって、こちらだけですかね。文系ですと日本史、日本文化史、世界文化史の選択があるよということになりますので、理系で、社会の科目となると、政治経済をやるのか公共をやるのか、あるいは1年生の時にやった地理総合、歴史総合、こちらをうまいこと使って、受験に臨んでいくのかということになります。で、文系の理科については、話があちこちに行っちゃって申し訳ないんですけれども、1年生の時に基礎科目を2つやっつけていますので、2年生の時の地学基礎をやれば、もう 2つですね、2科目ここで揃いますよということになります。で、物理基礎、理系で物理基礎をやって、理系の3年で、理科のところですけれども、理科は化学をやってということになりますので、で、理科選択、こちらにありましたね、理科選択で、物理と生物、これを選ぶことができますので、難関理系大学、特に国公立で、物理と化学、基礎を付さない科目、両方やらなければいけないよという、大学を受験することもできるよねということになってきます。で、数学ももちろん数学 C、 理系はやりますし、ですので、この3単位分ですね、各学年で3単位、あ、2単位ですか、2単位違って、プラスこのピサタイムという、受験に関係ない部分で1単位分か、勘定すると、3単位分各学年で違って、3年間で9単位違ってくるっていうことになると、当然学習量はだいぶ変わってきますし、カリキュラム的にもだいぶ違ったものになってきて、対応できる、受験できる大学というところもだいぶ違ってきてしまうのかなということになります。で、違いというところでまとめたんですけれども、越谷南高校のようなカリキュラムで、大学進学を考えるということであれば、探究学習しっかりやってねということで、でその探究学習を使って、総合なのか、公募なのか、その辺の推薦、あるいは、指定校推薦ですか、をうまいこと使って、大学へ入っていくっていう方が現実的なんじゃないのかなと思います。特に国公立ですね。で、文系を選択してしまうと、私立文系がほぼ決まってしまいますよというところが、利点ではなくて、デメリットということになってくるんだと思います。で、所沢高校の方の利点ということになってくると、1年で基礎科目2つできるよね、で1年で情報をやっつけちゃうことができるので、2年生3年生、特に3年生になって選択科目のところで受験対策がしっかりできるよねということになってきますので、昨日、
の動画でお伝えしたような、進学実績ということになってくるのかな。で、当然そのカリキュラムを日々こなしていく生徒たちということになると、視線は、当然勉強の方により多く向いている生徒が多いよねということになってきますので、このカリキュラム表をぜひ見ていただいて、で、今志望している志望校として考えている高校のカリキュラム表を見てですね、じゃあそれ以外に候補として上がっている 高校があるようでしたら、そちらと見比べていただくことによって、だいぶ高校の中身というか、雰囲気というかっていうのが、なんとなく手に取って分かる、手に取るように分かることができるんじゃないのかなと思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。